はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうすぐ6時になりますね。9月14日でございまして、月曜日、メールが来てますね。やっぱりね、電話も1本かかってきましたし、やっぱり月曜日やなと、子供も静かに終わるんかなと思ったら、終わらへん、はい。ということでですね、愉快なお隣さんでございます。玉ねぎ劇場第2幕って、要はですね、去年の今頃、もうちょっと後でしたかね、今頃やったかな、ちょうど今頃ですね、張玉さんというあの法務大臣がいはりましてですね、民情調査官とかいうあのポストにいはったのをですね、ムン・ジェインさんが法務大臣にこう上げはったんですけども、上げて任命したんですけども、その前後からですね、もう疑惑噴出、もう向いても向いても疑惑が出てくる玉ねぎ男とか言われてます。いろんなことをやってはりましたね。こう一番は娘さんが、まあ、医学部へ入学するのにですね、まあ、いろんなこう不正を働いたんちゃうかということで、まあ、ほぼほぼなんかやってたという感じですね。で、逮捕されて起訴されたんですかね、なんかそんなんですけども、ただあのムンジェイン政権の間にですね、厳しい判決が降りるとは思えないわけでして、まあでも その間に判決が決まってしまえばね、もうなんとかセーフって言って、多分プリズンに行くことはないんちゃうかなと思うんですけど、あの疑惑、あの騒ぎ以来ですね、のまた大きな玉ねぎ劇場やなっていうのが、今のこの、チェ、なんていうんだろう、読み方、チェ・ミエさんですね、チェ・ミエさん、秋に美しい愛というふうに書きます。これ男性ですかね、これ、女性っぽい名前なんですけど、女性やと思う。女性ですよね。男も女もわからんとお前喋ってるのかって言ったら、そうそうです。その通りです。あれ、私女性やと思ってたんですけど。あれ出てこないな。出てこないですね。この方のですね、疑惑話がですね、もともとですね、どういう疑惑かと言いますと、あの息子さんがいはって、当然あのお隣さんではですね、徴兵兵役の義務ってはございます。20歳になったらですね、30歳までの間にですね、18ヶ月から23ヶ月、確か陸軍が18ヶ月、海軍が23やったかな、なんかそんなんですね。で、行かなあかんということになってるんですけども、まあ行かはったんですけどね、なんか非常に甘い勤め方をしてですね、その休暇がね、要は23日に休暇を取ったというふうにされて、その休暇がなんか甘いんちゃうの、ちょっと遅れただけでも刑務所入るんちゃうのみたいなね、そういうふうに、まあ女性ですよね、はいはい、女性、おばちゃんです。なんでそのね、その法務大臣の法務部長官の息子やったらね、そういう甘いことになるんかということでですね、わーっとこうあれですね、そのどう言いましょう、世論が沸騰してきたわけですよ。大したことないですよ、23日ほど休んだっていうだけやんと。いや、もう僕から見るとそうなんですけど、向こうの方にとってはね、あのなんて言いましょうか、大きな問題なんですよ。で、今日のね、今のね、今現在見えている今日の朝鮮オンラインの、ね、トップニュースはこれですね、社説、チェ・ミエを守ろうと情報提供者に犯罪者の烙印を押して脅迫するだなんて、これはですね、多分読んでないんですけど、全部は読んでないんですけど、あの息子さんがあれですね、休暇申請をしたのがそれインチキであるということをですね、その当時お勤めになっていた同僚の方がですね、告発をしたわけですね。その告発をした方をですね、犯罪者扱いしてるんちゃうかみたいなまああの愉快なお隣さんではありがちな話だとは思います。
そのまあもう理屈ちゃいますからね。そう、今回彼が帰るように告げたチェ長官の息子が戻ってこない代わりに陸軍本部の部隊マークをつけた隊員が現れ、休暇延長処理をしたから未復帰報告をあげるなと指示するといったとんでもない状況が起きた。チェ長官の息子はさらに4日一般休暇を取得後帰隊した。元当直兵の青年は一般の兵士には到底ありえない特別待遇について情報を提供しただけだと、まあこういったことですね。これがトップニュースですね。関連ニュースにね、こんなんありますよ。チェ・ミエ長官の息子に関する情報提供者を人民裁判にかける韓国与党。チェ・ミエ氏、国民に申し訳ない。検察改革は自分の運命。これ9月14日。これ同じ今日ですね、今日。放送の息子を聴取、兵役中の特別扱い疑惑で韓国検察。9月14日。すごいやん。これね、今日ちょっとびっくりしたニュースはね、もうちょっと離れますけど、共に民主党のユン・ミヒャン国会議員が14日、詐欺、準詐欺、業務上横領などの6つの容疑で、ソウル西部地検に起訴された。調べてたんですね。ユン・ミヒャンさんっていうのはどういうことかと言いますと、例の日本大使館、ソウルの日本大使館の前に置いてある少女の像がありますね。あれを管理している団体の、まあ、トップだったわけですね。で、元なんたらふとかいうおばさんたちをけしかけてですね、おばさんってもうおばあさんですね、90代とかの。けしかけてそういう団体を作ってですね、ほらほらかわいそう、とってもかわいそうって言って、国中から寄付を募って、それをポッポ代々して自分のいろんな娘の留学とかに当てていたということがバレたわけですね。で、それはまあ日本では詐欺だから、詐欺、向こうでも詐欺なんでしょうね。で、起訴されたと。どうなんでしょう。日本風に言うとそれが有罪になると資格を失いますけどね。まあでも申し上げた通り、今の文政権下ではですね、このムン側の人たちなんで、この人たちって多分プリズンに行くようなことにはならないんちゃうかなと思いますけど、まあそんな感じでですね、愉快なお隣さん、そのムンさん側にですね、次々とこう不祥事が発覚して、まあ一人は今日詐欺で起訴されたりします。ほんでチェ・ミエさん、ですね、日本風に言うとシュー・ミアイさん、がですね、そんだけ言われているにもかかわらず、放送を辞任しませんね。法務法相っていうんですか、法務部長官を辞任されない。向こうの方はなかなか辞任しませんね。日本ってちょっと何かあったら、ああ、もう辞任やっつって、ちょっと粘り張りますけど、みんな一瞬粘ってもあかんわっつって、ね、ボスに、お前もやめろって言われたら、はい、すいませんって、やめるのが普通なんですけど、割合向こうはですね、しがみつくっていう感じですね。張国さんももうボロボロになるまで、わずか1ヶ月半ぐらいでしたけどね、あの人放送やってた人。ボロボロになるまで粘ってはりましたもんね。なんか今でもなんかいろいろやってはるという話ですけど、まあそういうことでですね、愉快なお隣さん、もうこの第2幕、玉ねぎ劇場第2幕ですね、まだ全然終わりそうな気配ないんです。ただ今回玉ねぎには、ね、次から次へ出てきてるというよりかは、こうやってそのただ一つのこと、その息子さんの兵役期間中に休暇を取ったということから波紋が広がってると、その周辺事例がまた余計なことやってると思う。僕に言わせたらですね、与党側が抑え込もうとして、その情報提供したやつに、お前なんちゅうことしてくれたんやっつって、そのね、犯罪者扱いをするとかですね、そういうことをやってですね、なんとかこう無理くりにをこう抑え込もうとして、さらにこう疑惑といいましょうかね、そのあれを広げてると、国民の不信を広げてると言うべきなんでしょう。まあですんで、この問題まだしばらく続くんでしょうかね。もうそろそろ終わりでいいんでしょうけど、多分やめませんからね、このチェ・ミエさん、チュ・ミエさん、もうやめにならないんで、やめにならない限りはじわ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 とこう続くんでしょう。で、申しました通り、そのお隣さんの中でですね、一番こう関心事なんですよ、がこの兵役のズルとですね、受験のズル、この2つのズルは許せないわけです。
うん、そこだけはね公平やということになってるわけなんですね。あのいろんなこう格差社会なんですけども、あのパラサイトみたいな人たちもいるんですけども、そこだけは公平ということになってるんで、そこでズルしてる、偉い人がズルしてるって、もうこれ毎回大騒ぎ、やめたらええのにやめへんね、ほんまに不思議な人たちやなと思いながらこのニュースを見ておりました。はい、皆さんどうもありがとうございます。